今日はスクラッチくじを24枚取ってきました。今日はこれをはるくんと一緒に10円玉で削ってみたいと思います。ちなみに気になる商品はこちらです。どうぞ。皆さんは気になる景品ありましたか？私たちは栄翔狙いですね。じゃあ早速10円玉で削っていきたいと思います。はい、では栄翔狙いで早速削っていきたいと思います。じゃあ1枚目はるくんに削っていいよ。はずれ、あかん、はずれですね。じゃあ2枚目、お、すげえ、師匠。はい、師匠が当たりました。すごい、はるくん。3枚目、はずれ、はるくん、すごっ。はるくん4枚目、はずれ。じゃあ5枚目、ハズレ。じゃあハルク6枚目、ハズレ。7枚目、あーハズレ。じゃあ8枚目ハルク削って、あーハズレ。8枚目、はい、いや違う違う、はい、8枚目も外れですね。なかなか当たりませんね。9枚目、外れ。えっ、笑われたんですけど。違う違う、こっち、はい、違う、削ってないから。はずれはずれ。10枚目かな。じゃあ次11枚目、こらこらこら。はい、11枚目、はずれ。違う違う、はい、はずれ。なんかうるさい。はずれ。14枚目、はるく削り。はい、中途半端すぎて見えない。はるくん、もうちょっとこうやって削って。はるくん、はい、14枚目、はずれ。出た。いや、当たらんといけんの、はるくん。15枚目、ハズレ。はい、ちょ、はい、17枚目もハズレですね。ハズレ。はい、じゃあ19枚目、ハズレ。超中途半端。はるくん、方向的にこうやって削って、こうやるかこうやるかこうやるかして、はるくんこうやってくちゃくちゃってやりよったら見えんけ、はるくん。じゃあ21枚目、おあ、破れた。うん、そうそうそう。はるくん、ゲップしちゃダメだって。はい、21枚目、ハズレ。で、こうこう。あれ、なかなか当たらないなぁ。やっぱ激出るぞ。ハズレ。23枚目。ハズレ。
やった。はずれー。やった。はずれー。やった。はるくん、はるくんのあと1枚かける。どうぞ。はい、じゃじゃじゃけ、なんでわざわざそうやって器用になんかこうやるかな。こうだって。お、B 賞。C 賞。イエーイ、最後の最後に B 賞。よいしょ。当たることがなかった。よいしょ。いたやん。はい、今日ははるくんと一緒にスクラッチを削ってみました。で、それではるくんが2回とも B 賞と C 賞を当てるという、私1個も当たらなかったんですけど、くじは強いですね、はるくん。まあ、ということで B 賞はクラウシンちゃんの白のぬいぐるみと白のぬいぐるみとラジコンがあったんで、はるくんはラジコンが欲しいんだろ。ということで、新章はもうやめてって。痛いって言ってるから、痛くはないけどくすぐったいんだから、痛くはない、もうくすぐったいんだ、あ、ごめん。はい、というわけで新章はお菓子だったんで、まあ早速今度交換してみたいと思います。まあ、B 章もね、ラジコンだったんでよかったです。わかったっけ。もうアリくん、ということで、また見てね、バイバーイ。暗くなったよ、はるくん。おお、できなかった。あれ？あれ？できなかった。